上級宅トンプ打ちます。チケットもらった日に大体団員戦打つんですが、たまに自分で打ちたくなった時に、チップ使って打つと、そのくらいしかチップの使い道は今のところないかなという感じです。先週はイベントプレイしかもらえなかったんで、イベント戦ちょこちょこ打ったら結構大きく負け引いたんで、親の時に手牌はものすごい7700が見える。もう素直に4面ツ1ジャントを作って、カンチャンでもペンチャンでもシャンポンでもいいのでリーチと、ダブトン重なった時は5っぱでいいかなと。3人ともピンフ系の捨て牌をしてます。くっつきイーシャンテンなんで、くっついたら即リーかなと。手代わり特にないんで、両面でくっつけは最強ですけど、ペンチャン、カンチャン、シャンポンでもリーチだなと。どっちいいかな、リアンワンかリアンゾー、どっちがいいのかなと。特に判断基準がないんで、くっつきやすい2つの牌にくっつけてリーチと。何は出やすそうですね。12000テンパイ、何つかめば多分上か左が何切るでしょう。これはどっちにしろハイパイとツモが変わんない限り、最終形こうなってたんで巡り合わせが悪いかなと。どんな打ち方してても最速テンパイを取るんであれば、あの手格好になってます。麻雀難しいですね。ベストな、一番最速で一番最高めのベストな方法を選択しても、積もる牌によって振り込みにつながると。ドラチーマンなんで789は見たいんですが、しようかな、リーチ、ちょっとトップ目だったら最速テンパイでいいと思うんですが、8000へこんでるプラスドラが7万なんで、パーマンちゃんとにしちゃうとちょっとリーのみになる可能性あるんで、上は竜イーソー、もう一枚7万引いた時の保険でパーマンは一応シンドラは何でしょう、保留にしてますが、ちょっと難しいですね。789しようとするとスチッソを引いてカンパッソ、ジャントをこの辺に、ああ、なんだ、何を引いた今、これミスですね。これは単純にミスです。なんかカチカチやってたら切ってしまったパターン。ローピンでぶった切られてるんで、ピンズでリアン面だったらイースーかリアンウーしかないですね。左はタンヤをドラドラ、上は初泣いてドラ1枚2枚とか。ただトンがまだ出ていない、上か左がもともとトーンを抱えているようであれば高打点になりますが、
しようかな。4枚目のウーアンも切ってマンズもぶった切られたんで、マンズデリアン目は E 数か6球しかありません。まあ E 数ピン振り点なんで、できればここを重ねてピンフ3色ドラ1闇で8000上がって平たくしておきたいとところですけど、ドラ3私と左で3茶4茶争いが現実的ですが、左の人はまあ親が残ってるんですが私はないので、ここはまあ2000点上がれればとりあえずいいかなと。右は CPU、 リーチかけると上がりは期待できます。 CPU になった場合、素直に面単ピン目指して、あわよくば6チッパ5ロチーですが、普通に面単ピンです。まあ理想は2差し5ロチ5ロチ5ロチの2ピンと。リーチ、さあリーチしたよ。リーチが来た。反敗はない。薄いんですが2枚の壁使った薄い読み、スースを今通してくれた。いや迷うな。1000点上がればオーラス3茶になるので、ちょっと食いたんで無理無理いくか。だとなって、ちょっとさすがにもう4茶だろうと。左から満直で3茶、まあ、このまさにこの1局ピンポイントにマンガンを左から、そんな都合いいことが全部起きるとは思えないんで、ちょっと良くない局だなと。シャーカスなれば8000は見える。シャー重ねてリーピンドラドラ8000を左から、鎮逸まともな手で進めてもまあ意味ないんで、シャーカスなれば早いんですが、ちょっと きついかな。うわ普通に伸びるな。シャー重なればさあリーチしたよ。シャー短期待ちで、ちょっと待って、ちょっと諦めというか、リーチ一発ドラ1すごい、こう左から狙えるかなと思ってリーチかけたら偶然食ったんですが、5-2なんで届かないかな。あれ、あ
あ、ごめんなさい、満直満直言ってましたけど1万6000離れてたわけじゃないんで、そうですね、実際は6000いくつとか7000の直で大丈夫と。ちょっと満直満直も8000っていう数字にとらわれすぎてて、しかも今リーボーが左から出た、今のはオーラス赤ウが重なっちゃうとシャー短期ができなくなるのでリーチしちゃったんですが、シャー短期を狙うんだったらイーピンリアンピン切るのかなと。ただ赤ウがジャン頭になっちゃった時点でシャー短期って赤ウがアンコにならないと無理なわけで、まあ諦めのリーチに近かったんですが、運よく一発で掴んで4茶だけ回避と、まあ、完全に偶然の産物でした。まあこの曲は振り込み多いんで、まあ3茶で、まあ、満足しないといけないような内容だったと思います。特にトン1リーチ最速オヤマンテンパイ、一番いい選択肢を選んでリーチかけたらすぐ追っかけリーチ直後に当たりハイ掴んだ、これに関しては麻雀やってれば誰でもあることなんで、まあ運が悪いなと、それを引きずってちょっと無理をせざるを得ないようなその点数状況になった一局でした。なかなかいい読み押しを打つ撮影する前に毎回こう思って撮影するんですが、実際プレイするとやっぱプレイにもこうパワーを使ってしまって、まあ当たり前ですけど、かといってこう話しながらやるのでちょっとちぐはぐで、なんだろう、ミスが出ることがありますが、まあその辺はながらプレイなので、まあそれはしょうがないかなという感じで、まあ一応4茶だけ回避できたのでよかったような一曲です。いつも MJ シリーズ見ていただきありがとうございます。まあ、コメントとかグッドボタンとか、まあ、少しでも何か参考になるような場面を作れるように今後もやっていきたいです。今回もどうもありがとうございました。